はじめまして皆々様。これまた古い話を聞いていただきますが、これはまだタヌキやキツネが人間を化かしとった自分の話で、今日はそんな豆田の話を一つ。その陽気なこと。大当たり。せやろ。よーよー上がりました。私が書籍一番さでございます。ちょっと師匠が偉いからって一ビラ取ってほしいのとは。真面目なんはええけどな、変な癖がつくぞ。なり物もできんやろ。明日から前座になれ。耳元で叫ばないでください。さあ本日最後の大仕事だ。ついてくるかい。あら新人さん、すごいモフモフしてる。東京の黒駒一家だ。迎えに来たぜ王女。よきなこと。景色が、音が。うちの話聞きに来んやろ。私落語家になる。いつかあの人みたいな落語家になって人間を化かしてやるんだ。待ってろ師匠。うちの師匠は尻尾がない。